G1 日本ダービー2024年5月26日東京芝 2400m 競馬の祭典日本ダービーはダノンデサイルオス3イコール安田が制して G1 初制覇を飾り、21年に生産されたサラブレッド7906頭、持ち込み馬、輸入された外国産馬含むの頂点に立った。写真、ダノンデサイルでダービーを制した横山典弘の蔵に刻まれている一文字。ダノンデサイルは父エピファネーヤ、母トップデサイル、母の父コングラッツの血統で通算5戦3勝。騎乗した横山典はダービー3勝目で JRA、G1 通算28勝目。56歳でのダービー制覇は史上最年長となった。最後はよく引けてくれた。馬に感謝です。と胸を張った。安田氏は JRA、G1 初勝利をダービーで決めた。下向き黒三角日本ダービー正式名称は、東京優駿。1780年に創設された、英国ダービー。を半年、1932年に第1回が行われた3歳馬の頂点を決するレース。皐月賞、菊花賞とともに、牡馬三冠を形成する。50年から、日本ダービーの副賞がついた。1000馬は出走できない。